なあ。おう。ありがとう。よしよし。あなた、そういうのに興味あるの？ああ。考え抜かれた構造や工夫に驚き。見てくれよ、この持ち手部分の溝。見せられても困る。まだ信じられない気分だ。本当にレラの鋭に挑む日が来るなんて。ずいぶん浮かれてるのね。これから命がけの戦いだというのに。そりゃもちろん不安はあるさ。だけど俺たちダナがやっと掴んだ望みだからな。そういうシオンは不安はないのか？私はそんなものを感じてる暇はないの。これは最初の一歩でしかないんだから。5人の鋭全員を倒すか。壮大すぎて実感湧かないな。でもやるのよ。分かってるさ、そういう約束だしな。本当に分かってるといいんだけど、負けたら死ぬより辛いことになるかもしれないのよ。そうかもしれないが、どうせなら負けた時の心配より負けないためにどうするかを考える方が良くないか？それはそうだけど、やる以上は勝つために全力でやる。そこは信じてくれ。リエゾの城はこの先の上層に。よし、昇降機とやらへ向かおう。
の終わりだ。俺たちも急ごう。待って。どうした？炎の剣を預ける。いいのか？ええ、この先は何があるかわからない。いざ必要になった時に間に合わないなんて事態は避けるべきよ。マスターコアから精霊力を送るのを止めただけ。剣は預けるけど、力を発揮するのは私が必要。忘れないことに。急がないと。近いわ。もう少し離れて。ああ、すまない。そんなに近かったか。慣れてないの。
誰かにそばに立たれるのが。あ、茨のせいか。意外と優しいんだな。はあ？違うのか、茨で人を傷つけないよって。分かったようなことを言わないで。何も知らないくせに。何も知らないって、それはそうだけど、そんな言い方しなくたっていいだろう。それが無神経だって言うのよ。な、悪かった。ただいろいろ大変なんだなって。俺はその痛みがわからないから。悪気がなかったのは分かった。上の階に鋭の間がある。リエゾはおそらくそこよ。ねえ。ね、なんだ。思うことがあるならはっきり言ってもらいたいわ。え？内心で笑われるのは不愉快よ。特にあなたは表情がわからないし。笑う？何の話をしてるんだ一体。服の話よ。河岸遺跡で見るなり何か言いたげだったじゃない。ああ、あ、いや、 あれは何？何でもない。失礼な七人ね。失礼って勝手に勘ぐっておいて、その言い草はないだろ。だったら何を考えていたのか言いなさい。別にけなすようなことは考えてない。信用できないわ。だったら俺が何を言ったって同じじゃないか。兵士が残っているな。それでも少ない方よ。平等がうまくいっているみたいで。みんな無事でいてくれ。おじけづいたの？違う、炎の剣のことを考えていたんだ。あれを握ると妙に胸がざわつく。レナのマスターコアから生まれた剣に頼るのが不満？そういうんじゃないんだ。ただ、なんだろう、あの剣は強すぎる気がする。何を気にしているのか知らないけど、そのおかげで鋭に挑めることを忘れないでほしいわね。言われなくてもそれくらい分かってる。だといいけど。とはいえ長く使えばそれだけ自分も焼かれる。治癒術が間に合わなければ危険なことになる。諸刃の剣には違いないわ。痛みを感じないからって気をつけなさい。心配してくれてるのか。いいこと。あなたには全ての鋭を倒す役目がある。こんなところで倒れられては困るの。それだけよ。ストライク！やっと！
近づいたので行きましょう。ああ問題ない。火の精霊力を集めてるだけあってひどいやつさね。そんなにひどいのか。感じないんだったらね。羨ましい。問題なコーナー。力の差も測れなかったのね。
この調子でいきましょう。なんだこれは。これが修霊器よ。ダナの精霊力を集める装置。俺たちから奪った精霊力か。クソ。容赦しないわよ。はい、炎よ巻き込め。つかめ。片付いたわね。行きましょう。ああ問題ない。また別の鍵がいるみたいだな。容赦しないわよ。あいづちを入れてやる。ファーストライヤー。こっちは終わりね。どこだ。炎よ入れてやる。巻き込め。牛には地べたがお似合いよ。この調子でいきましょう。これは調子で行きましょう。とと大して変わらないんだな。レナの城というから、なんて皮肉のつもり。レナがみんなこんなのだとは思わないでもらいたいわね。じゃあなんでなんだ。大方あの男リエどうで品性のかけらもない。おまけに自分のことを本名でなくあだ名で呼ばせるような男よ。あの男の舌につかされた者たちには同情するわ。そうか。何。いや
俺たちを虐げる連中のことだ。全員そんなものなんだろうと思い込んでいた。でも言われてみればシオンのようなレナもいるし、一口にレナと言ってもいろいろいるんだなって。私をどんなレナだと思ってるのか知らないけど、慣れ合うつもりはないわ。分かってる。俺だって別に友達になろうって言ってるわけじゃないさ。昇降機、ええ、あの派手な鍵が役に立ってくれそうだ。戦いの最中に時々シオンが放り投げてるのは何なんだ。何って爆弾よ。爆弾って岩を吹っ飛ばしたりするときに使うあれか。けど火じゃないものも飛び出したりしてなかったか。もちろんただの爆弾じゃないわ。精霊力が充填された特別性よ。じゃあ自分で投げた爆弾を銃で撃ったりもするのは。あれは工夫。別の精霊力を込めた弾で効果を変えてるの。いつ爆発するか、どんな効果なのか、相手は予測しにくくなるから。強力な爆弾を使う上に強力な治癒術も使う。考えてみると正反対の組み合わせだな。安心しなさい。万が一爆発に巻き込まれても生きている限りは精霊術で治してあげるから。せいぜい死なないように気をつけるよ。使えそうな装備ね。ここは他と作りが違うな。この先にビエゾがいるはずよ。道理で。よし、行くぞ。いよいよスルドビエゾと対決か。そのビエゾだけど、あなたはあの男についてどこまで知っているの。どこまでって、
カラグリアを支配するスルトじゃないのか。いいこと。相手はビエゾ・エルウォルゼ・テルディリス。腐っても全てのレナの頂点に立つ5人の1人なのよ。たとえマスターコアがなくても恐るべき相手に変わりはないわ。私はあの男が気晴らしに何匹ものズーグルをほふるのを見たことがある。その巨体から繰り出す一撃は素手であっても危険。まして武器を持った時は致命的よ。攻撃は必ず避けろってことか。ええ、決してまともに打ち合おうとしてはダメ。避けて隙を狙う。それを忘れないで。俺たちの協力が試されることになりそうだな。ヘマをしないことを祈っているわ。ビエゾか。ふん、他のネズミどもの騒ぎに乗じて2匹ここまで入り込んできよったか。ひまいましい。だが我がマスターコアを届けに来た心根は褒めてやる。本気でお前に返すとでも。まさかよ。そんなことはどうでもいいのだ。どちらにせよ貴様らはここで死ぬのだからな。浅知恵を後悔せい。死ねえ。ルスットがスルトの真似事か。笑わせるわ。そんなもの興味はない。お前を通してダラを解放せ。ほざくな。顔もない奴隷風情が。はい、つかめ。はあ、もうなぎ払う。ディエンジンなぎ払う。炎よ、まっとうよ。なんぞに炎よ、独断の足よ。力を借りる。これで終わりだ。奴隷から逃げるのか。いい気になるな。ここなら存分に暴れられる。次は仮面で済むと思うな。黙りなさい。
俺が手にするはずの。よくも許さんぞ貴様ら。なんということをしてくれた奴隷が。幽霊機もマスターコアもなし、お前はもう終わりよ。油断するなっしょ。炎よ、鉄もないデカさ、巻き込まれないよう注意なさい。さらに打ち込む。私に任せて。黙らんで撃ち込む。火の精鋭込みよ。バーストライク。ほら、そこだ。お前を倒す。これで終わりだ。同じレナの貴様がそうまでして同胞に牙を剥く。力ある者が上に立つのがレナの流儀だが、ダナと組む貴様のそれは裏切りだ。なぜだ、なぜ同胞に仇をなす裏切り者は。いや、壁は壊せるんだ。画面、あなた顔が違う。思い出したんだ、名前。それでも僕らセンター